ハシウド神社は、神奈川県横須賀市ハシウドにある神社である。三浦半島の東端近く、東京湾にほど近い場所に位置する。当社の創建年代等については火災などにより、明らかでないが、言い伝えでは、日本穂高が東西の途上に、当地から浦賀水道を渡る際、自分の冠を村人に与え、 村人がこの冠を石杵へ納め途中に埋めて、舎を建てたのが、始まりという。古事記、日本書記では、日本穂高が相模から数差に向かった際に、どこを通ったか、具体的な地名についての言及はないが、日本書記は、慶光天皇53年10月上に、慶光天皇東国巡守のことを載せ、回路より、淡水門に渡ったと記されている。 この際も地名は記されてはいないが、律令制の東海道は、当地から浦賀水道を渡って、上ズ国に入ることから、慶光天皇は、当地から淡水門に向かったとし、日本穂高を追母しその通った道筋を追ったので、あるから、日本穂高の統制において、浦賀水道を渡る際も、当地を通った、と申している。カズ国へ船出した日本穂高は、海上で、暴風雨に遭い、 音立花姫が海へ身を投じて、暴風雨を沈めた。数日後、海岸に、音立花姫の櫛が流れ着き、村人は旗山崎に車を建てて櫛を収めたとされる。この車が音立花姫を祀る立花神社であったが、明治18年に旗山崎が軍用地になり、橋宇ど神社境内へ移され、その後明治42年に合祀された。 神奈川県横須賀市橋二の2-12-5ありがとうございます。